せめて友達の君たちが手厚く葬ってあげてくれ。上空へ。なぜ司君の本能では私は大樹君に守られる存在。さらば司。誰が何と言おうと俺は新人ぞ。お前は知らん。確実に首の筋神経を砕いた。いや、人工呼吸か。千空が代わりに犠牲に。全員が助かるルールを一から探す。千空は自殺しない。誰かの犠牲にもならん。首のとこに石化が少し残って、もしかして千空君の首だって。知ってるぞ。お前はこんなところで死ぬ玉じゃないってな。復活するならハルスタートが絶対条件だ。破ったぞ。おう、お前どこのもんや。初めて見んのか。今日が期限ゼロ年。こっからスタートだ。何やずっとシャコシャコ。アホやで、あの鶴木倒せ。こんな原始的な切り込み式が多質の日本でサクッとつくわけねえじゃねえか。燃焼だ。科学の支配者だ。ゼロからな。科学文明こっからスタートだ。ようやく人間様の生活らしくなってきたな。くそ、人間一人じゃ生活だけでギリギリだ。せめてあと一人体力のあるやつがいれば。3700年ぶりじゃねえか。よ、デカブツ。そもそも3700年前、人類全員がいきなり石化した原因は人間とツバメだけがピンポイントで狙われたってことだ。俺の石化はどうして破れた。シンプルに経年劣化。別の特殊な外的要因。この匂いは硝酸。どうして俺だけが硝酸で戻る。3700年間、俺は意識を飛ばさなかった。アインシュタインのおっさんが導いた科学の基礎だ。俺は脳を動かすエネルギーに石の何かを消費した。とっとと硝酸食らって目覚ましやがれ雑頭。信じていくらでも待つぞ。お前がいなきゃダメなんだ。よく首に気づきやがったな。大樹、譲りは。てめえら二人に100億万点やるよ。分かってって思うがな、逐一感謝のお言葉を垂れ流すんじゃねえぞ。当て気とかしといた方が。ほら、いや1ミリもいらねえ。この石化こそまさにその医者代わりの命の石。ドクターストーンじゃないか。誰の攻撃だ。いや、本当にこれは攻撃なのか。めちゃくちゃ大変だ。司のとこか。なんでだ。司は俺の居場所をあの世だと勘違いしてる。一方俺は司の居場所がいつでもわかる。大樹、てめえは譲り派を守れ。科学で戦う革命軍を作るしかねえ。のろしを上げた謎の連中を探し出して仲間にゲットするんだよ。切ない別れにお涙も溢れまくるぜ。必ず立ち上げる。科学の王国を。青い目、若いな。大樹たちが今復活させたのか。
穏やかじゃないな。ありえない、この若さでここまでの戦闘能力。女を人質にし、天津さえその身代わりとなった紳士の男を無慈悲に葬った。何世代目なんだい。さよならだ。内臓も骨も無事だ。